今夜トラムはトルコの都市、今夜市内を走る路面電車。2021年現在運行する路線は1992年に開通したもので、路線バスなどの他の公共交通機関とともに、今夜都市圏自治体がインテリジェント交通システムのブランド名で運行しているトルコの都市、今夜は郊外に建設されたアナトリアバクダット鉄道の今夜駅と都市中心部を結ぶため、 19世紀末に馬車鉄道が建設され、1917年以降は、電化工事が実施され、路面電車となった歴史を有する。だが、この路面電車は、バスの発展とともに利用客が減少した結果1924年に廃止され、レールは電柱へと再利用された。その後、今夜市内における公共交通機関の主力は自動車となったが、 1980年代になると、都市の成長に伴う道路の混雑が課題となったほか、セルチュク大学へ向かう路線バスも混雑に加え、燃料費の高騰が問題となった。そこで1983年以降、今夜市議会では、市内の新たな交通機関として、路面電車を建設するプロジェクトを立ち上げ、トルコ政府からの認可、西ドイツやトルコの企業によるコンソーシアムとの、 建設契約を経て1980年代今つから工事が開始され、1992年4月23日から試運転が開始された。そして、同年9月28日の開通式や期間限定の無料運転の後、10月5日から本格的な営業運転が始まった。セルチュク大学への延伸が実施されたのはその7年後となった1999年である。 その後、2015年にも、新たに 4.4km の区間が延伸し、同時に2号線の運行も開始したが、そのうち市内中心部の歴史地区を走る 1.8km の区間については、河川が存在しない河川レス区間となっており、延伸に際して導入された新型電車については充電池が搭載されている。2021年現在は、 全長 25.5km の路線網を有しており、以下の2系統が運行している。イノトランスで展示された 28T2021 年、現在、コンヤトラムで運行しているのは、チェコのシコダトランスポーテーションが開発した、超低小電車のフォアシティクラシックである。そのうち、コンヤトラムで使用されているのは5車体連接車で、開発に際しては、 ハンガリーのミシコルツ市電に導入された車両が基礎となっている。2021年現在は72両が在籍するが、そのうちゾービー車の12両については、河川レース区間での走行に合わせて、チタン酸、リチウム二次電池を用いた充電システムが搭載されている。デュワグカー、ありがとうございます。